はい。電気回路入門シリーズ3章2回目です。最大値を求める問題と。んで、第2章、1章でもできたのに、またできたのは、交流回路の最大値問題ということです。まず、RLC 直列回路なんで、電圧が 100V、最初に L があって10オーム、で、R と C の並列回路があって、それぞれ10オームと。で、並列回路は A プラス B 分の AB で、足すので、ここが直列になっていてと。で、全体の回路電流が求まったと。んで、今度、並列回路の部分の分流速で、この回路電流かける抵抗と R 分の抵抗でやってやると、IC が、抵抗と R 分の抵抗とコンデンサ分のコンデンサのインピダンスでやってやると R の電流が分かるということで、リアルパートの方が IC で、イマジナリーパートの方が IR ということがこれで分かりますと。で、このところでも全体の電流を I として文字変数で求めているので、これを書く代わりに I と書いてやっても全く同じ答えになりますと。あとは、キリホフの第一法則で、IC と IR を足してやると I になるはずなんで、全体の電流から IC を引いてやると IR が求まるということもできると。で、これが今回の最大値問題で、この交流回路の、何が最大になるかというんで、IC です。コンデンサーに流れる電流が最大なる条件を求めようというふうで、XL の値は5としておいて、IC がなんとこういう式で出てますよと。そうすると10ルート2ですよという、通る値の時のこれは求まると。そうしたら、この XL を10オームとか5オームとかってやつに、なんか、変数として使いたいというときには、こんな感じにします。まず、適当な値です。とりあえず1にしとこうと。で、IC は XL の関数で、まあ、こんな感じで、大きさ、あくまでも大きさとして、複素数ではなくて、まあ、これでもいいんですけど、大きさとして書いてあると。で、XL はプラスの値として、この IC が最大値となる XL の値を求めようというのが、ソルブブロックというので、これです。これを使って書きます。で、まあ、作戦としては、推定値というところには、点々イコールの XL を1とする。IC の括弧して XL をこれとすると。例えば、こっちのを書いてみましょうかと。コントロール C で、これをコントロール V とすると。で、XL を正とすると、今、外クリックした瞬間に、この最大値求めるというソルバーが、Excel が正という条件で、ここから求めてくれましたと。そうすると、Excel が5の時が答えですよということなんで、この式をもう一回書いて、Excel に5を代入してやると、14.14で、これがこの関数の最大値になります。まあ、最大値か最小値かというのは、グラフを書いてみないとわからないときもありますので、そこは注意と。で、もう一回この式を、まあ、y の x として、変数を x として同じように書いてやると。で、yx を微分演算子で微分してやって、傾き0のときを、各々の変数を実数として、X で解けてやると、X が5の時ですよということで、ここと同じやつを、こっちはソルバーで解いていると。で、こっちは、
シンボリックのソルブというので解いていると。そうすると X が5の時と分かるので、この X に5を代入してやると、この YX の最大値が10ルート2というふうに 14.14 と分かるといったことです。でさらに、今の IC の XL を、横軸を XL、縦軸をその大きさとして書くと、こういうふうになっているので、多分ここが最大値のところで、5の時だったんで、5の時のここが最大値ということが分かります。で、こっちは角度です。で、角度をとってみると、こうなっています。で、角度なんで、アークタンジェントの横分の縦とやってやると、まあ、同じところに取るというので、これ、ちょっと細めと太めでやると、こういうふうにして同じところに取ることがすぐ分かります。というんで、角度、最大値になるときの角度は、ちょうど45度であることが、この絵から分かります。じゃあ、角度が0度になるときはどこかというと、ここなんで、Excel が10のときということが分かります。ということで、XL を0から 0.1 刻みで20まで振ったときの XL を変数と、引数とする IC の大きさをかけと。それから角度をかけというので、大きさで書いてやると、確かにここが最大値ということがすぐ分かって、最大値は 14.14 ということも分かると。ここも 14.14 なんだけど、まあ、ちょっと見にくいので、これは拡大しておるということになります。で大切なのは、あくまでもグラフにできるのは、複素数ではなしに大きさであるということ。それから角度はアークタンジェント横分の縦なんで、これも残るだけども、ちょっとここをよくよく見てみると、横分の縦の縦のところの逆分になっとるということがわかります。どうしてかって言ったら、IC の角度が知りたいので、分子の角度は0度で、分母の角度はこれ分のこれで、分子の角度を引く分母の角度が全体の角度なんで、0度を引くこれの角度ということで、マイナスをつけてやると、まあ、ここにマイナスつけてもいいですけども、こういうところを入れ替えれば、マイナスをつけたことになるということで、これでもいいわけです。ということで、これが使ってあるということになると。その説明はここに書いてあります。で、角度が60度になるときが知りたかったら、どうやってやるかというと、さっきのアークタンジェントのこれ分のこれが、タンジェントの60度は1対ルート3と。2対1対ルート3の時なんで、横分の縦は1分のルート3。で、この条件をここで太いイコールでやってやって、XL だけの関数になったんで、ソルブの XL でやると、60度になる時のこれが分かると。同じようにして45度になる時のこれ、30度になる時のこれ、マイナス30度になる時のいうようなふうにして、求めることができると。で、わかるように、さっきのここが0になるときは10でしたけども、0度、45度になるときは5というんで、ここも分かっておったし、0度になるときが、まあ、特に求めてないか。まあ、ここ0度とすれば、0とすれば求まるはずであります。ちょっとやってみましょう。0でやったらここ0のはずなんで、と10オームが、角度が0度ならここなんで、10オームが答えとなっているということであります。ということで、このソルブ作戦を使うと、任意の角度の時が、
どれが誰かということが全部出せると。一個だけ注意があります。ここの ARG の括弧イコールというのは、なんか ARG という、こいつを引数とする、とある関数のことであって、太いイコールで書いてあるので、本来何の意味もないです。それに対して、ここのやつは、細いイコールなんで、角度を求めようという関数を使ってますと。つまりこの ARG が関数なのか、単なる変数の名前なのか、関数の名前なのかというのは、イタリックであれば単なる名前で、イタリックでなければ、関数、組み込み関数であるということを表しているので、ちょっとこれ最初のうちは間違えたりしますので、注意が必要と。レイデン 3.3、RL 複合回路の電流の角度が指定されたときの条件を求める方法と。インピーダンスを求めて、全体の電流か部分の電流を求めてやって、そのやつの角度がどうなるかということで、これ見てみると、分子は角度0度なんで、まあ、分母の角度が何度になるときだというので、リアルパートとイマジナリーパート、との関係を見れば分かるということになります。で、30度とかマイナスの60度の時は、1対ルート3とか、ルート3対1という関係になるはずなんで、ここのところにその係数をかけてやって、左辺と右辺が等しくなるようにして、解いていくことになると。RLC 複合回路の最大値問題が例題 3.4 で、R があって、L があって、R と C の並列回路があって、全体の電流があって、R と C 分の C だから、R に流れる、この並列回路の R に流れる電流を求めたと。で、そうしてやると、今度は分子の部分が、90度になっとるので、分母の部分がどうなった時が全体として0度とか90度とかっていうのが考える必要があると。ということで、まず分母の部分をリアルパートとイマジナリーパートに分けてやって、事情と事情で大きさを求めて、その大きさが変微分して、こうやつになるんで、2回変微分して、プラスなんで、2回微分が正なので分母の極小値となって電流は最大値であることがこのことから分かると。んで電流をさっきのここのところから1回微分が0になる条件が出てくるのでそれを使ってやるとこう決まって、その C を求めることができて、最終的に L を求めることもできるといった感じになってきます。ちょっとこの辺じっくり見ておいてください。確認問題は1回微分と2回微分で、2回微分はどう見てもプラスなんで、極小値であって、それが分母であれば全体は最大値になると。ということでここでは L としてこの値というのを代入してやると一発で、その時の値が出てくるといった形で全部文字式で解いているのでちょっとややこしいところはあるかもしれません。いずれにしても微分を使うと。それからダッシュで微分を使うというので、最大値を求めるというのを訓練をするといいと思います。はい、以上です。